事件の現場。雨が降ってます。で、雨すごいね。傘ある？傘ない、持ってきてないの。持ってきてないの、うん、雨降っちゃってるよ。最悪だね。あ、こうなってる。ほら、結構降ってる。あ、お腹痛い。脱線事故。あ、踏切鳴ってるよ。来るのか。来るんだね、電車ね。うん、現役結構降ってる、うん、雨が。わかる。そう、線路鳴ってるの。来た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 。電気して、電気して。カーブなんだね。カーブなんだね、うん、風邪ひかないよね。カーブなんだ。カーブこっち向いてるもんね。ほら、向こうも電車なんだ、うん、離れてんだ。離れてんだね。ほら、殉職って書いてあるじゃん。あー、でも結構やってるね。すごいです。バケタンはどうでしょう。雨が降ってきた。そう、緑とブルー、こうつかないんだ。つけ、電池入れてねえんだよな。うん、風邪いかないよね。ね、殉職費だね。こっち向いてだから、ここで見てんでしょ、だから、うん、うん、こっちの方が古いな、うん、これ新しいね、うん、立て直したのかな、うん、震災で。震災、あ、震災だったのか。あ、崩れたの、うん、東北大震災だったし、うん、その時に、うん、結構墓石が倒れてる。あ、本当に作り直すね。出るのかな、ちょ、ね、嫌な感じはしないね。うん、嫌な感じはしないね。そう、しないよね、うん、でも結構花とか綺麗だよね、やってるね、うん、うん、このカーブじゃないの。そう、カーブ当たりじゃないかって言われてんだけど、うん、カーブが特定できてない。そこ今カーブあるよ、うん、ゆりか、よかったね、うん、うん、脱線してるんだね。脱線してる、こうで死んだ。で、3人ぐらい、4人、4人調べたら4人だった。うん、旧国鉄。うん、で、無罪だったんでしょ、犯人は。そう、無罪になった。うん、証拠がなかったんでしょ、うん、うん、ね、ね、この女の子もね、うん、はい、僕さん、こんばんはね、いらっしゃい。そう、松川秀事件のね、現場です。うん、これ2カ所なかった、この慰霊碑。あ、こっち？なんかあったよね。なんで2カ所も置いたの？そう、なんか2カ所なんだよね。これ逆側も行ってんだよ、ほら。うん。なんか綺麗でしょ。どっち？こっち？そう、ここにもあるんだ。ねえ。何なんだろうね。こっちが元々だったのかな。ほら、あ、これあれだね、なんか火だね、火だね。書いたの忘れ、なんと書いてある。松川じ、ほら、事件って忘れまじ、松川事件、そうか、書いてあるの、ほら、うん、うん、そう、9月革命、うん、うん、革命をするために爆発したのかな、うん、
はい、辰巳さん、こんばんはね。いやね、めったに通らないでしょ。そんなことないよ。じゃあ1時間に1本じゃないの？違うよ。だって今の時間帯はやっぱ通勤で使ってるから。そうなの？この時間帯は。多い今の。これどこで福島行くの？これ福島行くの？今のは福島。福島の？福島、うん、市の方に行ったの。そんなに1時間にさ2、3本とかって。そこまでないけど。そこまでないね。2本ぐらい。2本ぐらい。え、荷物ないの？うん。1時間。ああ、じゃあきついな。うん、もう配線か？いやもう赤字になるから俺廃線だ。俺経営者だ。廃車じゃもう使わんダメやめた方がいい。田舎ね、もっと少ない、もったいない、もったいない。今度はもっと少ない、ね、だったらもう線路いない、もったいないから売っちゃいな、もうしょうがないよ。車で頑張ってください。2時間に1本、俺んとこはだって電車1本走らせるの結構金かかるんだよ。ちょっと合わせて帰るから、ね、帰るとき合わせて。そう、結構金かかるんだよね、これが慰霊碑ね。あれ向こうのやつは 何線なの？一緒だって、上りと下りが分かれてんだって。やっぱりそうなんだ、分かれてんだ、うん、なんで2本一緒にしてないの？分かんないのそれ、ね、どういう、ね、ここ熊いんの？だから、うん、出ないとはカニいないとか、こっちの方は、うん、だったら聞いてない。あ、聞いてない。うん。いる可能性はあるんだ。うん。あれかな、うん。あ、それもあるかもね。うん、あ、ブルー。ブルーが何？なんか一応エンジェルって書いてある。だから一応幽霊はいるんじゃないかって。うん。今2回連続ワークしてるんだよね。来る。来ないね。いやもう疲れてるよ。もう寝てないからね。ヨシさん昨日すごい疲れてたもん。わかるでしょ、俺もう疲れてんの。そう、もうだってもうダメだったもん。だって俺配信しながら寝てたもん。もう無口になったでしょ、だって静かだでしょ。もうああいう時に寝てるからね、うん、だってスマホを落としたんだと思って、こう持ってて、うん、だから俺はもうやばい、やめようと思って、うんうん、寝ようかなと。だからあの階段話したの。あ、そうなの。そう、だから眠くなるから階段話したのが寝なくなるかなと思って、うん、そう。兄さんが眠くなる時って、うん、俺もそばにいたら、うん、滑舌がすごい悪くなる。そう、悪くなるでしょ、静かになるでしょ。すごい静かになる。そう、そう、スマホ落としただけ、うん。これ化けたのおかしいんだよ、調子悪いんだよな。また降ってきやがって、クソ雨め、うん、ほら消えちゃったよ。消えちゃった？ボタン押してんのにつかないの。ボタン押して消えちゃった。ほら雨降ってきやがった。うん、結構トップ消えた。結構降ってきやがったな、うん、そんな感じです。マスカ事件ね、結構降ってきたよ、ほら、うん、結構当たってきてる。そう、幽霊の仕業なのかもしれない、雨が、うん、でも今日でもともと雨って言ってたからね、うんうん、まだいい方なんだよ、こんなもんで、うんうんうん、そうね、うん、すげえ降ってきたもん、うん。まあ、これ雨降んなくても多分おそらく1時間は無理だね。だってボケってここだけでしょ、だって多分あっち側じゃない。ちょっとあっち行ってもよ。あー、石破さん、すいません、スパちゃんね、どうも。でちょっと行って戻ります。もうね、ちょっと雨がすごく降ってきたから、多分このコーナーあたりで結構死んでんじゃないかな。だって昔はこっち側にしたんでしょ。でこっち側で爆発されたら向こう側で死んでんじゃない。あ、うん、だよね、流されるってことは。で、場所がここに置いたなのかわかんないけど、ちょっと曲がってたもんね、ここね、緩やかに。ってことはこの辺じゃないの。うん、この辺でだから入れてたんじゃない、爆発するように。で、脱線してこの辺で死んでんじゃないかなって俺は思うんだけど、うん、本当はもしかしたらここも線路だったもんね。あ、それはあるかもしれない。昔だからあっちに出してね、爆発したから、うん、
でしょ、うん、だから向こうにずらしたんじゃない、うん、だから向こうは生きてんだけど、ここの線路がその爆破の事件なんだ、うん、だからほら、なんか似てないよ、線路の位置にほら、うん、そう思うでしょ、ずらしたのか、ずらしたんじゃない、うん、ねえ、理想だよね、うん、だってほら、同じじゃん、高さ的にほら、もともとここだったんだよ、うん、ここがその事件現場、うん、道が、うん、そうすると筋合うでしょ、うん、でずらしてるでしょ、うん、だからなんかあるとやばいからってことで、うん、うん、降ってきたよね、結構ここから緩い左カーブだからね、そう、ここでこの辺で爆破されたんじゃないかな、うん、だってなんかね、こんな道いらなくない、いらないよね、これがだからもともと線路だったんじゃない、似てるでしょ、大きさ幅的に、うん、SL もでかいし、うん、ねえ、うん、そう、雨すごい、こんばんは、どうもね、皆さんね、雨降っちゃってもう最悪なほら、いらないじゃん、こんな土地、もともとここにあったんだよ、うん、こっち側がだから事件現場だから、うん、こっち側は生かしてこっちをずらした、うんうん、向こうに相当離れた、そうすると分かるでしょ、合うでしょ、ねえ、そうするとおあねちょぴったりでしょ、なんかその筋が合うよね、うん、うん、で今度ここでやればいいじゃん、よしで番のこうよしさんが見てくれちゃうよ、スマホ持って、うん、まだこの来るよ、うん、いや今見ればいいじゃん、今あそこのあったの、いやいや、さきさんデザイニングでドコモだからほら、どこも今なかったの、よしさんは電波あるよ、うん、うん、あるけど、うん、もしないときはさきさんに使うから、あ、そうなんだそうなんだ、昨日もそうだもん、借りたの、借りたの、神社、最後の神社、あ、だからどこもらったんだ、そう、だからよかったんだ、ないないとこです、なんでやってんの、うん、ここに、うん、あの借りたやつ置いてて、うん、で配信して、うん、すいません、どこもあるよ、ここ、うん、どこも全然あるね、うん、全然あるね、ほんならほら、雨降ってなかったら、あの辺からぶわってやってくれば、うん、まあ面白いんじゃない、ちょっとね、うん、うん、ちょっと今こうすごい降ってきたから、見ての通り、車乗りの中にさんと一緒で出てもらってるから、ね、運転手だけど、うん、多分ここだと思うよ、うん、ここで死んでんじゃないかな、なんか、線路の跡っぽいもん、うん、これがなんか、うん、昔のね、うん、で、こっち側は多分事件じゃないから、うん、昔は SL の時は俺は1本だったでしょ、もともとここだったの、1本じゃん、単線だから、そんで、ここでしょ、うん、で、向こうに1個ずらして、うん、こっちをもうこっちにした、うん、そしたら筋合うじゃん、うん、だってほら、そういう事件現場っていうのはやっぱり良くないじゃん、昔の人、うん、結構、うん、ねえ、すっげえ降ってんだけど、うん、じゃあ終わりにしましょう、すいません申し訳ないね、本当に雨降っちゃったんで、ね、うん、うん、ね、すいません、本当に雨降っちゃって機材もちょっとぶっ壊れちゃうんで、まあだから雰囲気悪いからね、うん、うん、これは俺1時間コースはできるよね、うん、あ、雨降ってなかったらね、うん、降ってたらちょっと厳しいけど、うん、ね、うん、終わり、ごめんなさい、雨がねすごいんだよ、もう音を分かる、この結構びしょびしょなの、もうすでにそう、機材も結構やばくなっちゃうから、ちょっと危ないって撮るんだから、うん、はい、じゃあね、何だっけ、これ 何事件だっけ、松川、いや、K2 事件、 K2 松川事件、 K2 松川事件の現場でした、お疲れ様でした、あの本当の現場らしいんで再度行きます雨が、まあでも整備されてるね、あれか、あの塔か、あれか、ガオ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 、今ちょっとクマがいたんで静かになったね、うん、雨やめよ、この野郎バカ、ちょっとだけやんでくれよ、ほんと勘弁してくれよ、雨、そう、やばいと思いますよね、ほんとやばいよ、雨が、なんでやってんの、俺おまけ、あ、ジョーさんこんばんはね、お疲れ様、雨降ってやれてますよ、もう最悪よ、もうどうしたらいいの、うん、
これですこれ。これがその現場ですね。ほら、ここで爆破されたみたいね。うん。うん。おまけのおまけ、雨降ってるし。はいだね。松川記念公園。1949年。時は8月17日午前3時9分。夜中じゃねえか。この公園の西方約200メートルで何者かの仕業による列車転覆事件、松川事件が発生した。夜中だったんだ。うん、前夜独立運動だね、労働運動の弾圧を維持したアメリカ占領軍と時の日本政府は警察検察協力を否定、国鉄と東芝に所属、東芝する労働者20名を無実と知りながら不法に対応し、だって証拠を作り、真実の証拠を隠し、犯人の汚名を着せ裁判にかけた。話聞いたことない。うん、この権力の不正に抗議しって書いてあるね。そうだから、だからなんだ。だから不正を政府が自らやっちゃったんだね。うん、それが今の自民党ですね。昔も自民党だから、うん、ね、うん、それでも皆さん自民党なんだな、押すのはね、うん、ひどい事件、冤罪事件だよね、簡単にね、そう、でまあ一応無罪になったみたいだけど、でも拘束してるわけだよね、ああ雨がすげえ、だからここが事件現場、うん、そう、すごいね、雨が。あった雨宿りがあった。あ、滑る危ねえよ。滑る。雨宿りあるよ。雨宿りあった。はい、雨宿り。いかがですか、これで見れる。一服タイム。雨宿りあった。うん、あれ書いてあったけど違うみたいよ。あのなんかね、要は簡単に言うと日本政府とアメリカ軍が、まあ、事件があったんだけど犯人分かんないのに冤罪を作った。そう、うん、だからそのなんか東芝の社員となんかね書いてあったね、書いてあった、うん、俺その話会社で、だからもともとはほら何とも関係ない人がもう逮捕されて、でその証拠を固めちゃって嘘ついて、でその隠蔽を隠して裁判にかけたの。だから冤罪事件だから、冤罪事件だったね。まあ昔で言う今の自民党ってやつかな。うん、それでも皆さんはあの、まあ放送見てる人は自民党押さないと思うけどね、それでも今の自民党は、私みたいに騙されちゃうんだよね、わかるね、別に10万あげとけばまた自民党票入れるだろ、作戦なんだよ、あれもらえるはもらったけど票入れなきゃいいんだよ。で逆にあのほら入れ上げなかったらもうあの指示変えちゃえばいい、そうね、10万足りるわけいいじゃない、100万ぐらい起こせって、ね、一人ね、ね、僕だったらですよ、官僚のお金は全部カット、例えば給料にね1000万もらったとすると10万でいいかな、やめ、それ嫌だったらやめてくださいって、ね、そうやめてくださいだから、やめてくれよ、やめればいい、給付金とかだってあの人たちももらってるわけでしょ、うん、そう国会議員みんなやめてもらえない、やめてもらえない、うん、だって好きでやってるんでしょ、お金じゃないでしょ、好きだから、うん、政治家もそうでしょ、お金じゃないでしょ、好きでやってるんでしょ、うん、趣味で、そうだったらお金いらないじゃん、うん、ね、ね、総理のあれ給料の50万も上げなきゃいけない、総理だって多分できるの、最近分かんないけど衆議院の議員なんか、そうそうそう、まあ、電車なんかほら、そう無料とかさ、ね、いろんなとこ無料のとこいっぱいあるんですよ、うん、あ、みさんこんばんは、金使わないところ、金使ってないんです、いやいや、本当だと思うよ、だって好きでやってんの、お金そんな何でもらう必要ないじゃん、お金持ってんだから、うん、そうでしょ、ね、やっぱりほらどうしても変えたい、お金じゃないじゃん、そういう人がやってるわけでしょ、お金じゃないんだから、うん、ね、ここでやったんだ。え、踏切どこなの？あ、ここがそうなの？あ、ここは電車なんだ。だからここが爆破事件なんだ。ね。
そうなんだ。書いてあったね、なんかね、うん、40昭和47年、9年、昭和49年、49年、ね、うん、何か分かったかった、うん、兄貴の感じ、49年だから、うん、ちょうど、うん、10歳違いの、ね、うん、何名逮捕したって書いてあった、40何名って書いてあった、20名って書いてあったな、うん、国鉄と東芝の、うん、そうそう、東芝の社員を逮捕、社員20名、うん、その前に、うん、その前の日になんかそのなんか労働なんかあったんだよね、逮捕されたのは49年でさ、事件があったのは42年じゃない、うん、あ、そうなんだ、うん、うん、だから生まれてないよ、うん、生まれてない、うん、だそうですよ、みんな生まれてない、うん、そう出せるね、本当だってぶっちゃけ10万って言うけど、ね、お金持ってる人がでももらうでしょ、やっぱり、ね、うん、なんだ、そうね、国会議員はいらなくない、生まれてない、生まれてない、うん、だって政党金で1万円ぐらい、1億円ぐらいもらったでしょ、年間の自民党1人、そうそうそう、そうだよ、1人議員お金かかるの、だからかかる、お金かかるから、だってあれ選挙で300万かんだよ、それ自分で出すんだよ、だけど票をある程度集めても落ちればもらえ戻ってくるんだけど、うん、例えば10万票とか集めて落選するんだったら戻ってくる、受かれば戻ってくるし、そうだからお金持ちが政治家になるから、金がない人は頭いい人いっぱいいるのに、だってあれじゃん、実際明治の時になった時ってほら農民がほら偉くなっちゃうでしょ、それをまた変えちゃってるからね、江戸時代みたいになっちゃってる、うん、誰でも選挙あの、ね、政治家になれる時代じゃないじゃん、うん、だから250年の歴史ってあるから、あと100年もすると多分今の崩壊する、だから多分革命者が出てくる、革命者として今の政府を倒す、おそらく次はどっかに行くかな、うん、だからこの間は薩長だったけど次は違うんじゃない、会津から出てくるんじゃない、そう、会津恨みがあるから、ね、うん、そうそう、福島から出てくるんだよ、福島から、ね、うん、吉井さんも子孫から来るんだよ、娘さんから、娘さんの子供あたりぐらい来るんじゃない革命家になっちゃうね、ちょっと化けてみますか、じゃあ、ここがね、ちょっと今雨降ってるんでね、ちょっとすいませんけどね、ちょっと待って、避難してます、うん、この上が線路なんでしょ、だここで爆撃さ、あの、やって、出してここで亡くなったんですよ、多分絶対。SL の破片ある？あったら？でも、これは出てくるかもね。多分埋めちゃってると思うよ。うん。あ、でも、あったら、今だったら多分、これ整備してるから、記念に飾ると思うよ、なんかどっかの資料館で。え？緑。ん？ SL なの？ SL。SL だった？ SL だった。え、昭和40年 SL だった、SL、え、SL 読んで走ってたの、確かに SL だよね、うん、SL だな、松川時代でしょ、茶色い貨車、昔よく走ってた、あ、茶色い貨車な、俺も乗ったことある、松川時代にも調べるけど、ラブ線が昔、昭和49年、昭和24年だね、8月17日東郷温泉で起きた列車往来妨害事件、これです、これ皆さんこれ、ほらこれ写真、これです、あ、SL、ほら、すごい、ほら、SL がすごい、ほら、ひっくり返ってるよ、ほら、ほら、あ、ほんとだ、ほら、それも、うん、C51 だよ、C51、 C51 って何、これ、デコイチだよね、デコイチとは違う、違うんだ、そうそうそう、ほら、これ、これ、この場所ですよ、ここ、あ、ほんとそうだ、ここだ、うん、うん、あ、すごいすごい、本当に写真、うん、出てきた出てきた、すごい、うん、おー、すごい、うわー、何これ、あ、3人だ、3人亡くなってる、3人亡くなってる、うん、乗員3人4-5-1だ、本当に、うん、他にも亡くなってるの、20名全員無罪、20名全員、うん、あ、全員無罪だったのね、うん、真犯人分かんないもんって、その後最後まで無罪だったの、未解決事件だって、同じ、うん、死亡したのはその当時機関士49歳、機関女子27歳、機関女子23歳の3人が死亡、若いな、うん、若いうちに、うん、うん、内閣官房長官、増田、これ自民党、ね、自民党だ、
自民党は自由党だから自民党だよ。自民党だ、自民党だね。自民党だな、やっぱり。うん。うん。すごいわ。書いてあるね、やっぱね。今でもこうやって残ってんだね。うん、現在反対して、その。すごいな、昔の書き手も見れるんだもんね。うん。てか、その当時、SL を、犯人分かんないんだね。あ、そうですよね。しかも死刑判決から5回の裁判を得て逆転無罪だって。死刑判決だったのって。あ、そうなの。うん。起訴されたが無実を示すアリバイなどの証拠を聞かないのに隠されたことで、死刑判決から5回の裁判を得て逆転無罪で確定したって。そうね。一応これ調べる場合はね、警州第13巻9号1419号っていうところで調べると出る。恥ずかしい時にね。裁判長いますね。そう。知らました。うち4人死刑だったのって。上等防止なんでしょ。いや、乗客死んでないでしょ。乗員だけ行ったら、3名。深夜3時に走ってんの。あ、夜行です。夜行か。で、これ一応時効が1964年8月16日。だから隠しちゃったのって。亡くなったことを。隠したの。あ、隠したの。隠したって。あ、そう。見せたの。違う違う。あの、亡くなったってことを知らせてない。乗客が。乗客が。もう亡くなってんの。亡くなってんの。でもそれを亡くなったってことを隠して、その乗務員だけしか亡くなったことに。で、その乗客どこ行ったの。多分密装。密装。秘密の密装で、葬儀を終わらして、で、遺族に返した。ああ、お金あげてって感じ。ああ、闇に葬ったんだ。そうそう。JR がね、国鉄がね、まあ国だもんね、国鉄はね。だそうです。ね。雨すごいよ。その当時で戦争終わった直後だもんね。これこの際共産と復帰してたの。乗客はそのとしてなくなったのか。だから2個動かなくなっちゃった。ほら止まっちゃうんだよな。バケでおかしくなったかな。電池変えて。雨すごく降ってきたよ。ね、大学だね、もうね。共産党に関係してたんだけど。雨すげえ降ってる。これ。雨すげえ。まあ、ここがその SL がね、横転しちゃったところだね。向こう側が線路なんでしょ。ね。あれ番号一番上に163912ってあれなんだ。本当だ、番号書いてあるね。本当だ、あれ何書いてある。なんだろうね。なんだろうね。これ書いてあるね。マスカーの通って午前3時9分だってよ。午前3時9分。午前3時車へ戻るしかないよね、濡れながら。すげえ降ってるもん。ほら、そう、あ、来た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 。この音は何だ。 SL 鉄道かな。 SL だ、 SL、 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 貨物だ。 SL、 SL、 ないか。あ、結構飛ばすね。これこっち側でしか引いても分かんないね。あ、すごい。電車もあれ暗くない？見えてないでしょ多分ね。ね。なんだ LED にしてないもんね。新しいのになってるよね。あんまそうだよね。そう、すげえ降ってきた。
帰ろう。うん。じゃあね、皆さん雨降っちゃったんですね。こっち来たってから知ってるもんだと思ってた。すげえ降ってる、うん、来ようと思ってたけど、うん、あ、来たくないの初めてなの、ここはね、うん、でもどこもだよ、もちろんここ、あの、そこの方多分無理じゃない、行けてる、行けてた、行けてた、大丈夫、あるほら、あ、いや、すごいじゃん、じゃできるじゃん、で、これでできる、バリバリできるじゃん、行く、うん、これだと結構ロングで2時間ぐらいできるんじゃない、どういうふうにね、歩きでね、うん、歩きでね、うん、イノシシでそうな気がする、でもイノシシね、掘るから大丈夫、箱根のやつ見たことあるけど、あ、そうか、もう掘る、掘る、ミミズ取るの、うん、だから掘ってるとこがあればいる、うん、うん、すごいよ箱根なんか、この線香があるとか行ったらイノシシだらけだから、いや、そうなんだ、もうすごいよ、なんか廃墟行ったら、うん、なんだこれと思ったらイノシシだ、もう全部掘ってる、そう、引き見え立ててます、すげえ降ってきた、皆さんお疲れさまでした。